Amazon ってあるじゃないですか。ネットで注文する注文できる、うん、あの Amazon、はい、Amazon のあの、うん、なんていうんですか、マークって思い出せます？ロゴみたいなこと。ロゴ、そうそうそう、 Amazon って書いてあるやつ。 Amazon って書いて、うん、Amazon って書いてあってね、下に矢印みたいなの入ってるんですよ。え、あ、あー、そう、さてこの意味とは何でしょうというのが問題です。え、分かっちゃったかもしれない。あ、どうぞどうぞ。なんとね、答えね、2個あるんです。へー、 A から Z まで、うん、VWZ だよね、ローマ字の、うん、A から Z まで、ほう、全て揃うよ。正解、それ2問の1です。2つ中の1個正解、素晴らしい、うん、もう1個いかがでしょう。もう1個、はい、もうあの高3やったら全然高3で言っていただいて。ええ、高3とかないです、うん、ヒントとかあるでしょ。ヒントで、ケイさんめちゃくちゃヒントもらううまいから嫌なんですじゃあ1個だけヒントちょうだい。それで当たんなかったらもう、あ、じゃあ、まあ、矢印いこそがですね、うん、口の形になってる。ほう、と言いますと、笑顔になるよ、にっこり。まあいいでしょう。おお、うん、矢印がまあ笑顔になってて、うん、皆さんに満足していただけるという意味が込められてるそうです。なるほど、よくうまいことなってますよね。逆によくこれに疑問持ったよね。そう、これ何のためなの？何とも思わない、見ても。へえ、これ矢印かと思って、まず、うんうん、矢印にしてはちょっと矢印っぽくないなと思って、こっち側がこうニッてね、そう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 、両方がねニッてなったら笑顔って分かりやすいし、そうやって言われてみたら確かにこのロゴだけど、うん、この下の矢印のイメージは全然ないわ。そうなんですって。でもすごいですよね、 A から Z とね、うん、笑顔で満足させるって、この矢印に1個、うんで全ての意味がね入ってるっていう。そういうの気になりだしたらいっぱいあるんだろうね、何気なく見るやつ。あるでしょうね、実は。めちゃめちゃ考えて会議した結果そのロゴになってるでしょうしね、うん、なんですって。面白いですよね、うん。